マッカレンは、アメリカ合衆国テキサス州南部、ヒダルゴ軍に属し同軍最大の都市である。リオグランデバレーと呼ばれる、テキサス州の南端にあり、アメリカ合衆国南西部に入っている。2010年国勢調査による人口では129,877人となっており、マッカレンエディンバーグミッション都市圏としては、人口774,769人である。 アメリカ合衆国では、都市人口で187位、都市県人口で70位である。南側市境は、アメリカメキシコ国境とメキシコの都市例の差や、リオグランデ川から約5マイルであり、東は、メキシコ湾のサウスパドリー島から約70マイルの位置にある。マクアレンと表記されることもある。マッカレンは、 北緯26度12分59秒成形98度14分11秒、北緯26.21639度成形98.23639度、26.21639-98.23639 26. に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は46.3平方マイル、このうち陸地は46.0平方マイル。 水域は0.3平方マイルで、水域率は0.63%である。マッカレンは、ヤシの都市という愛称があるが、熱帯の植物は一部で繁茂しているだけである。リオグランデトネリコ、シーダーエルム、シュガーベリー及びハニーメスキートのような落葉樹が多く、ある。陶器、これらの樹木が葉を落とすと、多くの地区がより温暖な外観を帯びるようになる。マッカレンは、 フロリダ州のタンパワン地域と同様に温暖湿潤気候に属するが、降水量が少なく、夏の最高気温はやや高い。1月の平均最高気温は、下肢70度、平均最低気温は、下肢50度である。8月の平均最高気温は、下肢96度、平均最低気温は、下肢76度である。暖かい季節が特に長く、 平均最高気温は、下肢90度以上、平均最低気温は、下肢70度以上である。5月から9月まで露天が、比較的高いので湿度が高く、熱指数も高い。この期間の熱指数は一貫して、下肢100度以上に達する。年間平均降水量はわずか22.96インチである。雨の大半は、暖かい季節に降り、冷涼な冬はほとんど雨が降らない。 9月は北、大西洋、ハリケーンシーズンのピークであり、熱帯暴風雨がこの地域に大量の雨を降らすことがあるので、9月はこれまで最も雨の多い月であり、平均降水量は4.08インチになっている。降水量の最も少ないのは3月であり、平均してわずか0.72インチである。気温は下肢100度以上になることが多く。 早ければ2月から遅ければ10月まで可能性がある。過去最高気温は1998年と1999年の2度歌詞110度を記録した。過去最低気温は1962年1月12日の歌詞13度だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マッカレン高速輸送が1997年6月。 以降、マッカレン市の公共交通を運営している。当初、マッカレンの公共交通システムである、マッカレンエクスプレスが、ローアーリオグランで開発委員会によって管理、されていた。2005年以降、マッカレン高速輸送が、マッカレン市の一部局として運営されている。現在は、週6日、1日13時間、マッカレンの市民と訪問者に7つの定期便を、運行している。 2003年、国勢調査の変化で、マッカレンの都市化された地域に影響し、マッカレン高速輸送は150万ドルの運転資金を失った。それでも、マッカレン氏は、サービスレベルが落ちないように熱心に活動しており、サービスの改善を計画し続けている。1997年の乗客数は42,578人だった。 最初に年間を通して運行したのは1998年であり、年間乗客数は20万1506人だった。2008年の年間乗客数は41万2151人と過去最高を記録し、1998年の2倍以上になった。料金体系中心街バスターミナルマッカレニシは、中心街にあるマッカレン中央駅と呼ばれる。 バスターミナル施設も運営している。この中央駅は、マッカレン高速輸送と14の民間の国内外バス路線の中継駅としても機能している。1日の約60本のバスがこの駅を発着している。また年間訪問者数は200万人になる。中央駅は、地域でこの種のターミナルとしては初めて成功したもので、あり、ブラウンズビル。 ヒューストン及びベータウンのような同様の機関にとってモデルになってきた。アメリカ国道83号線はマッカレン市の東西幹線道路として市内を通っている。マッカレン中心街の北5マイル以内に位置している。北米自由貿易協定が批准される前はマッカレンの経済活動は農業と石油が中心だった。マッカレン市の南西側に自由貿易ゾーンがある。 製造業に加えて小売部門もあり、富裕層で大半はメキシコ人中上流階級の消費者による購買に大きく依存している。この地域は国境のメキシコ側のモンテレーシウダ・ビクトリア及びタンピコから高速道路がつながっていることの恩恵を受けている。雑誌、フォーブスのウェブサイトでは、マッカレンが アメリカ合衆国で最良の不動産市場の一つとしている。マッカレンはアメリカ合衆国で2番目に高い一人当たり医療費を支払っている。マッカレンで視聴できるテレビ局は全国系列のツボネを含め13局あり、他にケーブルテレビ局もある。ラジオ局は FM が21局、AM が3局ある。テキサス集計自司法部が マッカレン保護観察事務所を運営している。アメリカ合衆国郵便公社が、マッカレン郵便局とマッカレン中心外郵便局の2局を運営している。マッカレンは、通常民主党候補者に投票する軍の中にある。連邦会議員選挙区は、テキサス州第15及び第28選挙区に属し、現在はどちらも民主党員が議席を占めている。 インターネットサイト govpro.com の2005年の記事ではアメリカ合衆国で保守的な都市237のうちの65位にマッカレンをランク付けした。マッカレン独立教育学区が市内の大半を管轄している。市の一部はエディンバーグ統合独立教育学区に入っており、この学区内のマッカレン市域には2つの小学校がある。 ヒダルゴー独立教育学区、ラホヤ独立教育学区、ファールサン、フワンラモ独立教育学区、シャリーランド独立教育学区及び、バレービュー独立教育学区も、マッカレン市内に教育に関わっている。さらに、住民は、南テキサス独立教育学区が運営する、マグネットスクールに入校することもできる。アイデス公立学校も、 ノース・マッカレンにクエスト・アカデミーを運営している。マッカレン公共図書館は、本館と、ラークとパームビューという二つの支所を運営している。チェイス,ス,ス・テキサスタワー・チェイス、テキサスタワー・ベベビエ・コンパス、タワー・ベンツ・センタワー・エンバシー・スイーツ・ホテル・マッカレン医療、センター・リオグランデ・地域病院、マッカレン植物園、サンターナ国定野生物保護区、キンタ・マザトラン。 マイクロソフト修理店、マッカレン会議場、ラプラザモールディオグランデスピードウェイ修立、ファームワリーの南テキサスカレッジ国際美術館シネエルレイ野鳥観察マッカレンは北アメリカと、南アメリカとの渡り鳥が通る道筋にあり、鳥や蝶々が移動する様子を観察できる。山林河川には多様な野生生物が生息している。マッカレンでは1980年代に、 ナイア全国フットボール選手権や NCWA ディビジョン2全国フットボール選手権が開催された。一周一、4マイルダートトラックのリオグランでスピードウェイがあり、3月から11月まで毎月第1と第3土曜日にレースが開催され、12月頃には全国的な複数日の行事が行われる。ありがとうございます。